はい、こんにちは。こんにちは。今日もまた分解してみます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日の分解は何でしたっけ。今日は斜め放送で。斜め放送、なんか難しそうですけども。あ、そんなに難しくないですよ。あ、そうですか、はい、あ、ちょっとコツだけ覚えればできるようになります。はい、斜め放送。はい、そうです。箱、四角い箱ですね。四角い箱ですね。今日は四角い箱でいきます。で、放送一テープ、ね。はい、そうです。それで OK ですか。はい、大丈夫です。はい、それではいきます。はい。はい、じゃあ、一通りちょっと見せてください。どうなんですか。はい、わかりました。じゃあ、始めていきますね。はなんかむちゃくちゃ難しそうですね。いや、そんなことないですよ。え？はい、ちょっとしたことあるんです。それやばいかもしれないけど。あ、ちょっとやばいですか。かなりやばい。いい、やばくないです、やばくないです。大丈夫。あ、そうです。はい、はい、じゃあ、ちょっと分解お願いします。はい、はい、じゃあ、ちょっと一回取りますね。はい、よいしょ。これ、癖がついてたので、新しいのがいけますね。はい、はい、おお。もったいないですよ。またちゃんと後で使います。いいよ。はい。じゃあちょっと今ですか。うん、今はこの箱がちゃんとこの包装紙で測れるかどうかっていう、まあサイズを確認したことと、うん、あとはちゃんとこの角が中にちゃんと入るように今場所を位置決めしました。うん、何それ、めっちゃ難しいな。それ何で分かるんですか。ああ、じゃあそうですね、この箱の3点が包装紙の中に入ってなきゃいけないっていう。3点、ここは出てていいんですよ、放送紙から。あ、こことこの3点が入っていることと、うん、この箱の中心ありますよね、うん、が対角線のこの、うん、この真ん中、うん、ここに来るように今置きました。あ、はい、難しいな。なんで書けるんですか。箱の3点を、うん、中に角3点、うん、角3点を中に角3点を中にして、うん、この対角線が真ん中に来るように、うん、対角線、ここの線がありますね、ここ中心。対角線ここで、この箱と
箱の中心が、この中心がこの箱の真ん中にするようになったんですよ。観点を中にして、ね、中心、うん、対角線上に中心がこの包装紙の上角角3点の中に、うん、角の端が箱の中心に伸ばした時に中心に来るようにする。そうか、はい、端ってな。そうです、端。うん、端は箱の中心に。まあ今。置くか。置くか、かぶせるね。来るか、かぶせるな。うん、そうですね。中心に。来るか、かぶせる。ああ、いいですね。あ、いいと思いますよ。あ、しっくりいきました。うん、角三点を中にして、端が箱の中心に来るかかぶせる。あ、いいと思います。はい、はい、いい感じです。はい、はい、じゃあこれで1個ね。はい。はい、じゃあいきます。はい、何で今は、下の包装紙を下をかぶせて折り込んで引っ張る。立てる。あ、立てる。うん、あ、そうや。立てる、引っ張る。うん、そうですね。下を。下をかぶせて。かぶせる。かぶせる。まあ下折ってでもいいですけど、かぶ。うん、下を折って、下を折って、左を折り込みながら立てるか。そうですね。折り込みながら立てる。立てて、左を折り込みながら立てて、かぶせるんでいいですか。折り込みながら立てない、立てないんだな。折り込みながらかぶせる。じゃね。あ、そうですね。かぶそうか。立てながらかぶせるんですね。こうか。はい。かぶせる。はい。じゃあ次、いいですか？うん、そう。はい、今はね、はい、ながら、まあ、箱を回しました。半回転か。
思いながら、半回転な。あ、そうですね、半回。はい。じゃあ次行っていいですか。はい。はい。こんなトラブルもね、よくありますよね。事前準備が必要かもしれません。まあ、でも後でちゃんと、ね、出しましょう。はい。で、ここまで行きました。いいですか？はい。はい、より今度かぶせる。はい、かぶせました。じゃあ今度は、また、繰り返しですね。込んで、手前にかぶせる。かぶせる。かぶせました。じゃあ次は、この対角線になるように折り目をつけました。はい。はい、対角に折り目をつけて、折って、はい。広げて、折って、中に折り込んでのがいいかもしれない。広げて、まあ、2とか足りますかね、中に入れなくても。どうなんだろう。こっちに折って、かぶせて貼る。かぶせて貼る。テープ貼る。はい。おはい。難しいか。難しいですか。難しい。あららら。はい。でもすぐできるね。はい。はい。こんな感じ。じゃあ今度ポイント。ポイントですか。はい。大事な。はい。1ポイント貸していただきます。はい。じゃあ、ちょっとまた。
あのいろんなのがあのこう新物だけじゃなくて、あのいろいろお野菜もじゃあキーポイントいきます。はい、はい、じゃあいきますね。はいはい、はい、カード3点を中にして端が箱の中心に来るかかぶせる。中心とこことこの間ね。はい、そうです。かぶせました。はい、はい、これね、はい、大事なポイントは何ですか。大事なポイント、うん、中心が言ってるから、うん、あとは、まあ、強いて言うんであれば、うん、あのかぶせた時に、うん、まあ、こっからこの包装紙の長さ、うん、これがあの十分じゃないと全部かぶさらないんですね。だからあの、まあ、今、3センチ以上あるところが好ましいです。端から3センチ、はい、右端から3センチ、こうか、うん、っていうのと、あまりが必要なんで、であとは、この下かぶせたじゃないですか、この角が、左角がちゃんと作れてる、はい、左端左 1cm ぐらい出てる、まあ、この出てるのは全然どうでもいいんですけど、かぶさってればいいです。とにかくかかってれば角が出なければいいです。これ誰か、うん、どうしよう角隠して、まあ、おかしいな、角隠しておかしいですね。角3点を中にして端が箱の中心というか、そう、これじゃあ、これじゃダメ。そんなにここが話か。いや違う、はじめに放送できるかどうかを、うん、あの確認しているわけなので、うん、あのはじめに。だから、もう確認したときに、たぶんこれがかぶさってることが条件。なるほど。うん、で、なんて書こう。なんて書いたらいいですかね。表現が出てこない。右端から3センチの、どちらでしょうか。そう。左端から2センチぐらいか。あんまり近いのこういう見てるよね。うん、短いから。3センチね、3センチ。左端から3センチ、はいはいはい、はい、次2番目、はい、じゃあ下を折って左を折り込みながらかぶせる、かぶしましょう、はい、ここのキーポイントなんですね、はい、大事なことは、はい、この時は、折り込んでかぶせていく時に、うん、ここの角あるじゃないですか、うん、ここの角、うん、ここがぴったりだと、うん、ここにぴったり合わせると後で折り込んでいったら必ず外に出ちゃうんですね、うん、なのでここが大体1ミリ内に入ってる方が、そうですね、1ミリ入っている方が最後仕上がりが綺麗になります。じゃあ左、はい、左端、うん、1ミリ内に、1ミリ開けて、開けて、ああそうですね、はい、開けて、もうしとかないと後で取り込んでくるな、あのそうなんです、余分な飛び出しが出ちゃいます。あと大事なことありますか。あとは折り込んでかぶせるときやっぱり引っ張りながらですかね。でもここは、あ、これ押さえる、押さえるのも確かに大事です、はい、押さえながら、まあ、押さえる、上から押すんじゃなくてどっちかっていうと手前に引いてる感じですね、はい、手前に押
抑えながら、はい、引っ張りながら、引っ張りながら、うん、そうですね、手前に、うん、抑えながら、引っ張りながら、抑えながら、うん、引っ張りながら、ながら、あ、そんな感じです、こんな感じだ、はい、あとある？本来ね、本来ですね、はい、次、はい、じゃあ次が、はい、これも折り込みながら、折り込みながら半回転させる、はい、大事なことは、はい、これも一緒で1ミリ打ちですね、中、この左端を1ミリ上げて、うん、開けて、それからあと何かある？すでにあれか、手前に引っ張りながら。あ、そうですね、このやっぱり手前に引っ張りながらやってますね。はい、手前に、もう押さえながらいらないですか？もう押さえながらはいらないですね。押さえが入っても、手前に引っ張りながらというよりも、その角、この角じゃないですか、角を結構重心にっていうか視点にして動かしてます。ああ、そういうことか、うん、はい、引っ張るというよりもこの角結構重要だと思います、うん、角、うん、何だろう、角を でも力はこう入って向こうの時は手前に上がったんじゃないかな、角を支点に、うん、この角を動かしちゃうと、うん、元々なくなっちゃうと思うので、うん、角支点、はい、半回転しました、右端を、今度は右端ね、はい、右端を1ミリ開けて、はい、これは一緒やね、一緒です、もう左右が違うだけだね、そう、もう折り込んでいくときでも大体も1ミリで持っていくという感じ、はい、あと何かありますか、あとは大丈夫ですね、大丈夫、はい、うん、大丈夫かな、失敗だからもできる、引っ張らないとかぶせられないし、はい、じゃあ OK ですかね、はい、じゃあ次ですか、はい、これも折り込んで手前にかぶせる、はい、これも1ミリ、これもそうですね、1ミリ、はい、今度は右、ここも右端か、そうですね、右端を1ミリ1ミリ開けてるとそんなばっかりですからね、うん、うん、まあ、大体角が1個決まればあとは同じよ、そうです、そうです、うん、確かに、次、はい、対角に対角って、ここからこう対角か、そうですね、まあ、対角に折って、はい、で広げて内に折って内に大事なポイントは、もう最後の仕上げ、そうですね、最後の仕上げ、対角に折って、うん、広げて、まあ、せっかく折ったやつを、まあ、ちょっと線の上で折ってもちょっと人いないかな、対角に折ってやれば、特に問題
題ないのかな。あとはピンと引っ張りながらから最後、うん、そうですね、あ緩まないように確かにそうですね、うん、あ一つあります。あのこれ体格に、さっき折るって言いましたね、ここそこだけど体格にこれここの角から折ってしまうと、これかぶせたときに、うちに折ったときに、これ、こう出ちゃうんですよ。だから、体格取るときは、少しここに、これ2ミリぐらい開けといた方がいいです。ああ。うん。あの、ちゃんとかぶされてるよっていうのをちゃんと作っておいた方がいいと思うので、なるほど。ここの角を、2ミリ残して。2ミリ残して、でも、ここで2ミリどこじゃないな。5ミリだな。5mm 残して、そうだな、はい、なんか改めて考えると必要だな、はい、引っ張りながらな、そうですね、2つ、うん、2つですね、はい、そうですね、そうすると確かにかぶされます、あ、大事か。初めて発見だ。え？何時？春。あ、春か。そう。はい。春。はい。OK。OK。難しい。できました。難しいな。こんな感じ。はい。はい、できました。できました。はい。ちょっと難しい。以上です。でもできました。はい。で、また今度お願いします。はい、ありがとうございました。はい。